アテナの宿命を知った沙織は、悪に染まった教皇アーレスを浄化すべく、聖夜たちブロンズセイントと共にサンクチュアリーへ向かう。だが、強力な結界に守られた教皇の前へたどり着くためには、セイント最強を誇るゴールドセイントたちによって守護される、行動十二星座を象徴する12の宮殿を抜けていくしかない。教皇の前へ向かう沙織に、教皇の差し抜けた下、シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢は沙織を射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物、教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急ぐ、アテナのセイントたち。くそ、とんだことになりやがったぜ。一刻も早く教皇のままでたどり着かねば。俺たちの中でたどり着くのが一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の級は白妖級、守護するゴールドセイント。ムー、ジャミールのムー。気をつけなさい、ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。時間がない、行きなさい。肝に銘じておくのですよ、セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。あの火時計が燃え尽きる前に教皇の間に乗り込むんだ。目指すは金牛球。ペガサス、急がないと。ああ、何としても沙織さんを助けるんだ。どこからの着陸だ。聖夜たちを教皇の前には行かせるな。俺たちは急いでいるんだ。そうしてくれ。黙れ反逆者、成敗してくれる。聖夜、俺たちをここでやられるわけにはいかないぞ。そうだぞ聖夜、こいつら全員をここで倒して先に進むんだ。よし、邪魔をするってんなら手加減しないぜ。聖夜、ここの奴らは全員片付いた。次に進もう。また出てきたな。こいつらも全員倒していく。まだまだこれからだぞ、せよ。くそ、ここで食い止めたかった。久々だな、せよ。先生、お前は妖怪のペガサスのクロスをまとって三世紀に戻ってくる。この裏切り者で。違う、裏切りなんじゃない。ペガサスのクロス、先生。教皇様、すみません。奴は、あらゆる草むらに隠れていたつもりか。少子、あれが第二の球、金乳球か。よし、このまま一気に突き進むんだ。よし、この調子で次に進むぞ。我がソンクチャリーで本人もやられる。ペガサス、流星拳。増援が増えてきたな。僕たちもこの作に戦たくないようだね。そろそろ拳銃守りが固くなってきているな。せいや、こいつらも全員倒して先を急ぐぞ。次々と出てきて。威力のアリエスの火が消えてしばらく経つ。残り11時間足らず、間に合うだろうか。慌てることないさ、まだ11時間あるって考えるんだ。ここは片付いた、先に進む。まさかもうここまで来たのか。
上げたね。ペガサス流星拳。次に行くよ。この先の金龍拳には絶対に飛ばない。次は数で勝負か。せがた流星拳で一気に蹴りつけた。流星拳ペガサス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 流星拳。せや、その調子だよ。金龍拳はもう目の前だ。でも金龍球の中からいつも全く感じないよ。なぜだ。誰もいないのか。俺ら聖夜たちを金龍球に入れるな。嘘だろ。なんて強さなんて。固まるな。簡単にやられちまうぞ。久しぶりだな、聖夜。お前をぶっ殺しに来た。カシオスか。俺は急いでいた。よくもシャイナ。シャイナさんのことはアイオリアに説明してもらう。それまでシャイナさんの看病をしてやるんだ。聖夜、先を急ごう。僕たち第二の宮、金融宮を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイント、アルデバランだった。アルデバランの前には流星拳が効かないばかりか、シリュウたちも倒されてしまう。実力の違いを見せつけるかのように悠然と腕を組んだままのアルデバランは、ただ一人残るセイヤにとどめを刺すべく必殺技を放つのであった。勝手にこの金龍球を通り抜けることは許さん。この王子座、ハウラスのアルデバランだな。こいつが、この金龍球を死後するアルデバラン。これで終わりだ。言ったはずだ、この金龍球は通さんと。どうなっているんだ。奴は構えてもいないっていうのに、なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野球だ。うん、うぬぼれるな。ブロンズセイントごときに構えなど必要もあるまい。さあとどめだせいや、もう一度喰らえ、グレートホーン。うわここまでかけ離れているとは。せめて一死でも報いたい。でもどうやれば。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後、その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。剣を抜かせる。さて、ついでにあのブロンズセイントどものとどめでも刺すとするか。どっ、なんだこのコスモは。せいや、え、まだクレートホーンを封じるためにお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというの。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星拳で。せいや、奴が腕を組んでるのが見えるか。アルデバランが腕を組んでるボリュームが上昇する。だからいくら攻撃しても無駄打ちに終わるんだ。じゃあ一体どうすれば。アルデバランの剣が鞘に収まる瞬間。これで終わりだ。
魔を起こすとは。まさか聖夜はコスモの究極セブン戦士に目覚め始めたというのか。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な、俺のこの黄金の角をへし折るんだ。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。せい、私がお前に教えてあげられることはあとに。でもお前は本当のセブン戦士。まだ知らない。奴の攻撃を受ける瞬間にガードボタンを押してみな。それだけか。ブロンズの実力などたかが知れてるな。正気が見えてきたぜアルデバラン。何、いつまでもここでのんびりしてるわけにはいかないんだ。ロンズの血に飲まれてやる。行くぞ。どうせの動きを待った。ロンズセイントの攻撃を避けるとは。もうお前のグレートホーンは通じないのさ。セイ、まだまだ。そんな動きを決めたというのか。グレートホーンを弾き返すと、聖夜のコスモが消えた。どこだ。そんなアルデバラン、約束通り何言うの。もらった。どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ、せいや。俺が構える余裕さえ奪い、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい、せいや。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。見て、金牛球の火を消えた。セイヤ、その傷ついた体じゃ強行のままで持たないの。ここは僕に任せてくれ。シュン、セイヤ、誓ったはずだよ。僕たちの誰か一人でも必ず強行の間にたどり着く。そうだ、セイ。まだ3番目の球だ。よしお前が通れるわけにはいかない。よし、わかった。シュン、お前に任せる。シュン、残り時間はあと10時間だ。掃除球まで突っ走るぞ。こんなにも増票がいるとは、手厚い歓迎だ。シュン、お前のチェーンで邪魔する奴らを倒していくぞ。サオリお嬢さん、アテナを救うためだ。兄さん見ててくれ。僕たちは必ず強行の間にたどり着いてみせる。シュン、全員片付いたぜ。次に進もう。そうだね、一刻も早く強行の間にたどり着かないと。なんだこのチェーンは。まるで生き物のように動いてやがる。このチェーンは敵の動きを感じることができる。君たちが攻撃を続ける限り、このチェーンも攻撃を休めない。これ以上傷つきたくなかったら道を開けてくれないか。何を言っているんだ。サンクチュアリの兵が死を恐れていると思うのか。あんなところから弓で攻撃してくるとは。チェーン、
セブンセンシスを使って一気に周りを詰めるんだ。そういえばジュネさんは大丈夫だろうか。ジュネさん、シン、お前の三口ありの飛び出す前に抱えてきた。うん、僕たちがここに来ることをすごく心配していたんだ。シュ、お前を心配してくれている人であるよ。なんとしてこの12球を突破するんだ。新球球を突破する。山の球を打ち破られる。答えるな。奴らの幸運もここまでだ。我々が聖夜たちを成敗するのだ。あれが第三級掃除級か。なんて薄気味悪いのだろう。それだけじゃない。この道全体が何か異様なコスモに包まれている。掃除級、一体何がある。俺たち全部掃除級を取り巻いている。この不気味なコスモは何だろう。掃除級を守る戦隊の泣きの技なのだろうか。しかしここで考えている時間はない。鬼が出るか蛇が出るか。シュッ、ゼロ飛んで見るまでだ。えい、またもやっと。シュッ、掃除機はもう目の前だ。うん、みんな行くよ。私は美しい。そう、この地上のいかなるものにも増して。なぜお前がここにいるんだ。お前は俺が倒したはずなのに。気がついたシリュウたちと共に掃除球へ向かったセイヤ。しかしそこにはセイントの姿はなく、その上出口も見つけられず、聖夜たちは迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探すシュンと氷河の前に、突如としてジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。果敢にジェミニへと闘気を放つ氷河だが、しかしその力は全て跳ね返され力尽きてしまう。そしてシュンはジェミニのセイントに対して攻撃を仕掛けるのだった。おかしい、チェーンがさっきからずっと戸惑っている。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。それどころか敵がどこにいるのかわからない状態だ。さっきフォードの剣が通用しなかったのに、私僕たちの目の前にいるセイントは存在しないのか。そんな攻撃では、クソ、なんて強靭なんだ。でもこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。兄さんと約束したんだ。兄さんが来るまで決してくじけない。一人で戦うと、きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。ヒムナスとアンドロメダ、お前たち二人の命は必ず仕留めてみせよう。ヒムナス
の血を自ら吸収。シュンがネビラチェーンを敷き、ジェミニに対抗する一方で、セイヤとシリュウは。なあ、本当に抜け出られた。一体どうなっているんだ。セイヤ、お前は生地目が見えたために、敵の作り出す幻影に翻弄されていたんだ。そうだったのか。この分では、目の見える氷河とシュンたちは苦戦しているはず。大丈夫さ。あいつらなら必ず自力で抜け出てくるさ。そうだな。よし、次の巨階級を目指すぞ。な、なに？バカな、これは一体。堂々とネビラチェーンの海を渡ってくるとは。チェーンも全く反応していない。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。ならば、掃除球の不可解な迷路も存在しない。すべては幻覚。どこかにこの幻覚を作る敵がいるはずだ。だけど、一体どこに？ブロンズセイントのお前たちには気づくまい。永久、虫が神の存在を知るしもないように。さあ、いつまでも止めてやるぞ。ゴールドセイントの恐ろしさをとくと見ろ。私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。なんとか倒すことができたんだろうか。しかし、あそこで幻影が乱れていなければ僕もどうなっていたか。兄さん、あの時感じたコスモは絶対兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。このジェミニのクロス、なんと寂しそうなことだろう。まるで陰と陽の間で悲しんでいるように感じる。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。安全な場所に戻されていればいいんだけど。氷河は掃除球での戦いの最中、ジェミニのアナザーディメンションにより異次元へと飛ばされてしまう。しかしシュンがジェミニを倒したことにより、異次元から抜け出ることに成功する。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。その人物こそアクエリアスのゴールドセイント、
カミューであった。アクエリアスのカミュー、なぜあなたが天然球に。あなたは欧米球を守っているはずでは。そう、本来なら五老坊の老子が預かるこの天秤球だが、老子は長い間ロザンを動かない。いわばここは無人の球。その無人の球になぜあなたが。氷河、それはお前をここで食い止めるためだ。ダイヤモンド、どうした氷河、なぜ剣を打ってこない。進むためには私を倒さなければならないのだからな。できません。死であるあなたに剣を向けることはできない。甘いぞ氷河、その甘さがある限り私には勝てん。おとなしく引き返すな。氷河よ、私がこの無人の天秤球まで降りてきたのはお前を力ずくでも止めるためだ。それでも進むというのなら、この私を倒さねばならないのだからな。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど、この氷河にはできない。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマが遠ざかっていくのかわかる。マーマの船が沈んでいく、海底の一番深いところへ。あそこに落ちてしまったらもう誰も近づくことはできない。マーマ、何も持たないこの氷河にとって唯一残された大切なものだった。それをなぜ。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。それが悔しければかかってくるんだ。いくらあなたであっても許せない。たとえ誰であろうと、俺からマーマを奪う権利はない。やっと決心がついた。ヒョウ、お前をここで止める。カミューよ、もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない。氷河よ、この程度でこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやる。何、両腕のパーツが水亀の形に。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな氷河。シリュー、セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ、お前がこれ以上進んでいったとしても必ずや他のゴールドセイントによって倒されていただろう。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかったよ。最後にお前の手に棺を用意しよう。
氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤宮で永遠にさらばだ、氷河よ。お前はまず次の四死球を進め。何？氷河のコスモに衝撃する寸法、この先の球で大きく弾けるのせいやも感じられます。この先のいずれかの球で氷河が危機に陥ったのは間違いない。一刻も早く救ってやらなければ。分かったぜシリュ。お前らはここで死ぬんだ。おめえら久々の一撃が来たぜ。なんと楽しい雑兵たちなのだ。これでもサンクチュアリを守る兵なのか。どうだ聞いてないぞ。こんなに強いなんて。どうだ、挟み撃ちにされて手も足も出まい。貴様らとはここでさようなら。戦闘の同じ技は強い。異国が逃げてるんじゃねえからな。せいや、シュンロ。ああ、シリオ、シュンロコスモが弱まっていくのを感じたか。掃除球で何かあったに違いない。おざん、勝利だ。シュンロ、シリオ、ここはシュンを信じるまでだ。あいつならきっと大丈夫さ。あ、なんて速い剣なんだ、見えない。この程度の実力でこの先には進めんさ。ジェミン、日時計はどうなってる。ジェミニからキャンサーに移っている。残りたった9時間しかない。シリュウ、まだ9時間あるって考えるんだ。たった9時間しかないって考えたら焦りと絶望感にとらわれやれることさえやれなくなってしまうんじゃないか。セイントになっていくつもの死にそうなシーンを乗り越えて俺は気がついた。どんな時もまだなんとかなるって考えれば必ずゼントに希望の光明が見出せるってね。だからまだ9時間あるのさ。そうだ、まだ9時間ある。だけど急がなくてな。シリュウ、先に進もう。あ、死にたくなかった。さっきの掃除球までの道とは違い、めんどくさい道だな。コスモという意味は何か死の匂いがする。一体どんなセイントが巨階級を守護しているっていうんだ。おそらくデスマスク。デスマスク。俺がサンクチュアリに旅立った時、老子と俺に剣を向けたセイント。その時はムーが現れて俺たちを助けてくれたが、ムーは今沙織さんを守なて、お前たち。お前はブラックペガサス。せいや、こいつは。お前は富士山麓で俺が倒したはずなのに。ブラックペガサスは光だけだと思っている。何？貴様、俺たちのことも知らずに何だ。
層の可能性だけは一定の評価になる。だがお前に生き延びるほどの価値はない。その程度だ。着いたぞシリュウ。4番目の球、巨怪球が目の前だ。コスモの消えた氷河の安否を気遣いながら、聖夜とシリュウは第4の球、巨怪球へとたどり着く。死の匂いに満ち、壁や床に死人の顔が浮き出ている巨怪球の異様な光景に困惑する2人。それはキャンサーのゴールドセイントとデスマスクの悪逆非道な殺戮がもたらした結果であった。そのセイントらしからぬ行為に激怒し、シリュウはデスマスクに対して惨然と勝負を挑むのであった。シリュウとか言ったか、久しぶりだな。こいつが、そうとか、俺がキャンサーのデスマスクだ。教皇の素顔を知り、あえて犬のように従順に仕えている。ゴールドセイントの風上にも受け入った。相変わらず口のヘラギが飽きねえ。この巨怪級の無数の死に顔にお前らも加わるのだ。セイ、お前は約束通り次の四死球を目指せ。突破しなければならない球はこの先8つも残ってるんだぞ。わかった、シリュウ、お前の力を信じるぜ。さて小僧、デスマスク、お前の相手は俺がすると言ったはずだ。いいだろうシリュウ、お前とはドロー法での因縁があったな。あの時はムーに邪魔されたが、今ここで決着をつけてやる。シリュウよ、この巨怪球に浮き出ている無数の死顔。目が見える。どういうことだ。デスマスクの冥界波にかけられて、俺は一体どこへ飛ばされたんだろう。ここは石式なのか。なんだ、あの遠くに見える人影は。大勢の人が黙々と歩いている。彼らが向かっている先にあるあの大きな穴は何だ。おい、かん、おい、待ってくれ。君たちは何者なんだ。どうした、誰も振り返らないし口も聞かない。あの後ろ姿はもしかして氷河なのか。おい氷河、聞こえないのか。俺の声だ氷河。なんだこいつだ。早く氷河のところに行かない。向こうに行ってはいけません。向こうに、サオリお嬢さん、あの人たちが行こうとしている場所、こっちの方へ行ってしまったら二度と戻れない。俺はデスマスクの冥界もう一度潜りなさい、シリュウ。しかし、どうやって。ラッキー、倒せ。あなたに何もついていると現世に戻ることはできないです。ラッキー、巨怪球を戻るようです。死んでもいないわ。氷河のことは心配いりません。あなたは巨怪球へ戻ることだけを考えるのです。どこを見ている。五山昇竜派、五山昇竜派、五山。これで全員片付いたぞ。さあ巨怪球へ戻って、シリュウを倒し、またこの巨怪級に死に顔が増えた。な、何、シリュウが生き返った。バカな、シリュウの魂が石式から戻ってくるとは。残念ながら俺はこれまで二度も死の入り口から戻ってきたことがあるんだ。どうやら死神から嫌われているらしい。
さあ、出発しろ。今度はお前をあの世に送ってやる。逃がさん、死の入り口より引き戻さねばならぬ人間がまだ。行くぞ。ロザン、優勝。死の国へ墓地を儀式名会派。シリューよ、これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この世持つ平坂からな。さらばだシリュー。神様、どうかシリューをお守りください。どうかシリュー。なんだこの鬱陶しい気を。何か祈りのような。シュンレイ。お願いします、シリューを。うっさとか、伏せろ拳で。よせ、デスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。俺は慈悲深い男なのだ。戻って来られるようにダメージを大きくしてな。悪を懲らしめるという命のもとに子供たちの命を奪い、さらに罪もない春霊の清らかな愛を蹂躙した。お前に対する怒りが俺のコスモを燃えたぎらしたのだ。意味もなくお前に殺された多くの人々の悲しみを込めて、高まれ俺の竜の血がお前を通過に倒しているのだ。一撃で決める。ゴールドクロスのフットが自然に外れるとは。は、足の骨が折れた。おそらくゴールドクロスの意志。クロスは正義のためだけのプロテクターだ。悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。バカだ、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。終わりだな、デスマスク。クロスがない今、お前はもはや丸裸も同然。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、このシリューの誇りが許さない。これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイントなら、たとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの息まで高められるはずだ。ならば俺も試すとしよう。死
の国へ誘う赤色冥界波を死の国で使うとどうなるかをな。ビータロー、デスマッシュ。正義を知らぬお前がアテナのセイントを名乗る資格はない。黙れ、力こそ正義なのだ。力なき者は死ぬのだ。そんなことは、ヨシリュウの命ある限り絶対に許さん。正義。ロースから切くらえ赤色冥界派。何死ぬ気力ルマをかけやがって。バカな、この強大なコスモを。この死竜が究極まで高めたコスモで溺れ竜よ天高く。ロザン超優雅。シリュウ、シリュウ、しっかり。まさかシリュウ。あ、瞬間。うん、これはあれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。あ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしやロボシ。春麗は無事なのですか。よかった、ロシ、ありがとうございました。あ、シリュウ、君まさか目が見えるように。え、見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老子に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。次の四死球を守っているのはアイオリア。沙織さん、アテナに忠誠を誓っているアイオリアなら四死球を通らせてくれるはずだ。貴様にはどうでしょうなんだ。待ってくれ、アイオリアは俺のことを知っているんだ。嘘をつくならもっと前から嘘をついたらどうだ。嘘なんかじゃない。先輩信じてもらえないのか。反逆者の言うことなど。次の者たちよ、死ぬな、止めてくれ。新生権、フガタ、新生権、フガタ、新生権。本当にアイオリア様のところへ行くつもりなの。アイオリア様が日本物を相手にするわけがないだろ。新生権、アイオリア、誰にも本当のことを言ってないのに。ジャイナさんは大丈夫だろうか。金龍旗に乗り込む前、俺がカシオスに行った通りちゃんと看病しててくれればいいんだけれど。よし、ここは片付いた。アイオリアのところを目指さないと。せいや、アイオリア様のためにここで死ね。
まだやるのか。まだにアイオリア様に不信感を抱いている者がいる。暗躍者のお前がここで死ねば不信感もなくなるだろう。アイオリア様に勝って俺たちがお前の首を取る。くそ、もうすぐで死中だってのに。負けた。アイオリア様、必ずセイヤの首を。セイヤの顔おいしそうだな。サンクチュアリに、そしてご家庭に行った時もそんな空だった。俺はミホちゃんに必ず日本に帰るって約束したんだ。そのためにもこの12級を突破しなければ。日本のセイントがこんなにも強いとは。ここでアイオリアを奪っていた。お前の相手をしなくちゃ。アイオリアを見張る。どういうことだ。アイオリアは雑族アイオロスの弟。そう簡単にあいつのことは信用できんからな。なんてことだ。アイオリアはサイクチュアリでまだ正義で見られてるっていうのか。これでアイオリアを見張ってる奴はいなくなったはずだ。あれはまさか、シュンとヒョウガ。おーい、シュン、ヒョウガー。ヒョウガがどうしたと？お前はヒョウガじゃない。俺はブラックスワン。ということは、そう、俺はブラックアンドロメダ。ブラックパンドロメダ。弱いブラックブラックに続き、なぜお前たちが。無論だ、お前たちブロンズセイントを葬り去るか。ブロンズセイント1人とブラックセイント1人、お前も死んだ。ブラックブリだ。せいや、お前は所詮この程度の実力、アイオリア様の相手にもならん。この作品を続く道がお前の腹を死ぬのだ。もう少しで死死球だ。急いで死球を超えて標高の間にたどり着かないと。なんだ、さっきから感じるこの胸の不安は、まさか巨階級でシリュの身に何か。巨階級をシリュに任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセイントアイオリアだった。サオリをアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、四死球を通ろうとする聖夜に容赦のない一撃を叩き込む。その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。俺はこの四死球を駆除するのがやる。我らの後通すわけにはいかん。バカ、何を言ってるんだ。おい、一刻も早く中二級を突破しなくちゃいけないんだ。俺には聞かん。くどい、この四死球を通ろうとする者はアイオリアであろうと、レオのアイオリアが殺す。一体何があったんだ。アイオリア、貴様と話し合うつもりなどない。ここまで攻撃してもまだ目が覚めないだなんて、教えてくれアイオリア、一体何があったんだ。まだまだ。お前には関係ない。今こそ燃え上がれ。人知優を兼ね備えたセイントの鏡のような男、アイオリア。だが今のアイオリアから感じるのはセイントの鏡どころか悪鬼。敵を殺すことしか考えていない悪鬼のようだ。死ね、セイヤ。待て、セイヤの命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは
強行の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。時計カシオス、お前ごとき総評に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまではならば死ね。な、何バカな。カシオス、なぜだから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとってそれは一番辛いことなんでな。別にお前のためにやったんじゃない。カシオス、俺にとっての女神とはその人のことなのだ。あ、邪魔するな。二人まとめてあの世に送ってやる。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのにまだ目が覚めないっていうのか。もう無用、これで最後だ。ハイトニングプラズマ、アイオリアの魔剣と戦っている。アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。もう一度俺に光を見せてくれ。さっきはライトニングボルトを見極めることができたんだ。このままいけば奇跡を起こせる。甘いよせいや。俺のコスモが低くなったとき、たまたま見えただけで、俺の全コスモを集中して放つ。ハイトニングプラズマが見えるか。せいや、このライトニングプラズマ、1秒間に1万発もの剣が駆け巡るのは、これが俺の高速の剣だ。マッハの剣しか持たぬお前に勝ち目はない。こんなところが…ノーリングチャージ。いや、せいや、あ、まあ…アテナに忠誠を誓ったはずじゃなかったのか。目を覚ましてくれ、アイオリア。よし、ペガサス、ローリングチャンスもらった。俺がこのサンクチュアリで訓練を投げ…アイオリア。せいや、俺は一体…よかった。完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろ、カシオス。今手当てしてやるからな。カシオス…カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫か、セイヤ。セイヤ、カシオス、お前の命決して無駄にはしないぞ。アイオリア、
カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいるすべての者は生き絶えるのだ。第6の球処女球ではバルモのゴールドセインと釈迦が待ち受けていた。聖夜、シリュウ、シュンの3人は持っているコスモを最大限に燃やして釈迦に挑むが、その攻撃はことごとく通用しない。最も神に近い男釈迦との力の差は聖夜たちが考えるよりもはるかに大きいものであったのだ。エリックス剣幕大翼隊長大翼隊長大翼隊長旬のコスモが弾ける大翼隊長。もしあいつらの身に何かあったのか。大翼隊長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 からかかってこい。大翼隊長オヨク隊長オヨク隊長せっこの奴からかかってこい。死ぬんじゃないぞ。オヨク隊長オヨク隊長やつから我々が相手をする以上生きては帰れ。おお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 やつらの清らかさに満ち溢れている。話に聞く極楽浄土およくおよくおい、お前が極楽浄土に行けるとでも思ったのか。何だと。お前がいていいのは地獄だ。残念だ。地獄にはあるとし、その代わりお前たちに地獄行きの剣をくれてやる。やらん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 。およく暴力転生によってお前らは灰と化すのだ。地獄の門番に伝えとけ。奴からかかって俺はまだ世話にならんと。俺が処女卿あの剣旬のコスモが弱まった。旬オヨク隊長オヨク隊長こいつに挑んだことが間違いだった。分かればいいんだ。オヨク隊長オヨク隊長待ってよ。俺の友だ。兄弟よ。お前たちこの男をここで亡き者にするのだ。証拠にもなくまた戦いを挑んでくる。お前たちはブラックフェニックスの生き残りがまだいたと。しかも二人、温かい歓迎だな。俺たちを裏切ったことを後悔させてやる。ブラック幻魔剣幻魔剣一気の一気の処女級を突き進むです。よくこっちで止めてくれたな。しかしお前もここまでだ。我らの憤怒の炎を様にぶつけてやる。ブロンズセイントのガキたち、今から陰謀を渡してくれ。なんだあれは。釈迦の手の中にコスモ、コスモが、コスモが燃焼している。おお、天幕コスモ、
この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるの慈悲というものかもしれんな。なんだこのコスモは。お前はフェニックスの一騎か。俺の弟や共にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろう。たわごれも何を称した。そのくらいの傷では済まないぞ。先ほどのブロンズインバカだ。俺は幻を見ているのか。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。天武降臨は完璧に定められた調和の取れた世界、故に調和を乱す者を完全に葬る究極の先人。何？一騎、君の六感全て立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。天武降臨。釈迦の目が開いた。腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じない。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめての慈悲だ。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんはむざむざ死なせるわけにはいかない。死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。兄さん、バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。まさかこれが第7巻究極のコスモセブンセンシズ。どういうことだ。一騎のロスカンは全て断ち切ったはず。ゴールドセイントしか開拓していないセブンセンシズに目覚め始めたという声を。釈迦、聞こえているだろう。俺は友を見捨てることなどできん。お前を倒すまで俺のコスモは燃焼し続けるのだ。俺を羽ばたいてやる。このセブンセンシズではお前の姿を捉えることが。天武降臨。釈迦、お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。教皇の本質を見抜けるわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の塊か。どうした。耐えられんのか釈迦。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前を忍ぶほど燃え上がっている。まさか
それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億だとやるの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな、自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ神、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時、お前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュ。兄さん。本来なら老子が預かる球、今は同僚たちの球を守っている。何か感じているか。前に来れなくて反逆者の汚名を着せられている。ああ、だから彼らと話し合うことができない。だが老子から授かったこの剣で彼らの魂に語りかけない。俺たちの本当の目的を伝えられる気がする。ああ、分かったぜ、チル。ありがとう、セイ。頼んだぜ、チル。お前たちのこと、老師に伝えておく。そういえば、シュン、ヒョウガはいないのか。ジミニのセイントがアナザーディメンションを飛ばす。ヒョウガは、次元空間を飛ばす。ということは、シュンさんが助けてくれて。セイヤ、大丈夫だよ。セイヤ、兄さんはいつでも僕たちを見守ってくれてるさ。さあセイヤ、12級を何としてでも突破しよう。ああ、さあシリュ、次に進もう。セイヤ、春麗は元気だろうか。どうしたんだい、シリュウ。俺はデスマスクを使っていたんだ。やつは春麗を五老坊の滝壺に落としたんだ。なんだって。どうして春麗は大事だと教えてくれた。何がおかしい、セイヤ。いや、なんでもないさ。もう倒したのか、シリュウ。さっきより強くなってないか。おい、セイヤ、さっきは何で笑ったんだ。俺はシリュウと共に戦ってきたけれど、シリュウの力、春麗ちゃんの名前を聞いたことなんてめったになくってね。やっぱりそうか。自分の気持ちに素直になんなきゃ損だぜ。この天秤級の父となれれば本望よ。シリュウ、そういえば目が見えるようになってるじゃないか。デスマスクとの戦いでシリュウのコスは限界まで高まり、奇跡を起こしたみたいな。そうだ、だがそれだけじゃない。毎日俺の看病をしてくれた春麗がいなかったら、まだ見えないままだったかもしれん。一度春麗を失えたら、俺の中で春麗に対する気持ちがはっきりと見えた。この12球を突破したら、春麗と見よう、五老峰の美しい景色を。ここを突破されたとは、天秤級を守りたかった。登山勝利。氷河は一体どこに飛ばされたんだろう。俺たちが巨海球を使えば、もっと先の球で氷河のコスモは一瞬大きく弾けた。消えてゆくのか。巨海球から初序球と抜けてきたんだ。
まだ何の手がかりもない。そろそろ氷河を示すものが見つかればいいんだけれど。そこまでだ、シリュウ。やはり現れたか。俺の会場に俺の会場に俺の手抜け。俺たちはすでにこのサンクチュアリでブラックセイントと戦ってきたんだ。そうだ、今さらブラックドラゴンが出てきた。驚くには値しない。それにブラックアンドロメダもブラックスワンもこのサンクチュアリにお前らブラックセイントたちが乗り込んでいることを教えてくれ。アテナのセイントである俺たちがアテナを狙う奴らに負けるはずがない。第7の球天秤球において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセイント数人の力をもってしても破壊できないとされるハミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。突如としてシリュウの死、老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。スピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドの6種類の武器となるライブラのクロスの力を借り、シリュウは氷河を救うべく氷の棺に立ち向かう。この中から一つだけ氷を砕くのに適した武器を選ばなければならない。ライブラのクロスは星をも砕くと言われるゴールドセイントの武器。間違った武器を選んでしまったなら、氷の棺どころか中にいる氷河さえも粉々に砕いてしまうからな。よし、これを使わせていただきます、ロシ。このソードを今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇れ、白鳥よ。氷河、しっかりして。氷河、体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。天活球に入った聖夜とシリュウは、天秤球に残ったシュンのコスモが大きく弾けるのを感じた。氷河のため自らの命を犠牲にしようとするシュンの思いに気づいた二人は、天秤球に引き返そうとする。しかし気性の激しいことで知られるスコーピオンのゴールドセイントミロが、自分の死後する球への侵入者を見逃すはずもない。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。シュッシュッシュッ。まだ意識を取り戻してない。カナも言う通りだ、全ては俺の甘さから来た。俺の命を奪いかけた俺の甘さが許せない。あとは死ぬが非常になりきれなかった俺のせいだ。オーロラサンダーアタック。あんだけ狂いであれ、オーロラサンダーアタック。ウーリー、お前たちそんな体で天活球まで飛びつくという考えはステージだ。命と共にだ。炎が授かった神の血、お前たち増票が何百人かかってこようが、捨てる気はないさ。ミロ、
お前たちに俺は倒せない。何たる屈辱だ。ほい、体を温めるのにちょうどいいぜ。オーロラさんだ。シュ、気がついたか。よかった。キレが君が生きてくれたんだね。どうやら僕の命も燃え尽きていないようだ。俺の甘さやマーマを思う気持ちがお前をこんな目に遭わせてしまった。まあもう二度と会えないかもしれない。で、マーマ、俺のことをいつまでも見守り続けてくれ。俺は生死をさまよう。この世に再び生を受けた気がする。今から生徒として俺のすべきことをしていく。ヒョウガ、なかなかできない。ヒョウガ、あまり無茶しちゃダメだ。何を、自分のコスモを使い果たすような無茶をする男の言うことを俺が従うなんて思ってるのか。そんなに大きな声が出せるなら大丈夫だな。ヒョウガ、まだくたばるんじゃないぞ。僕も頑張るよ。お前のコスモが弱くなっている。大丈夫だよヒョウガ。こうしてみるとヒョウガの温かいコスモを感じる。温かいコスモ、そうだ、ヒョウガの体から僕を思ってくれてる感じるんだ。まだ死ぬんじゃないぞ。引きずってでもお前を天下級に連れて行く。おい、シュン、大丈夫か。オーロラさんだ。コスモの金が体を動いていない。シュン、お前を担いででも天下級を目指す。頼む、それまで死なないでくれ。シュン、今度は俺が戦う。ダイヤモンドラスト。なんて美しい夕日なんだ。山々と水と夕日が茂りのようだ。ダイヤモンドガット。お前のシチューを食べずに旅立ってしまった。この戦いを友達とシチューを食べた。ダイヤモンドガット。まさかあいつは。私はブラックリザド。私に目をつけられるだけでもありがたいと思え。地獄へ行け。私にお前を怪我させてもらう。ブラックリザドの二人だが、他愛のないとは言うまい。この天下級まで登ってきただけでも褒めてやろう。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな、お前は金マスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ立て二人とも、そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だね。貴様たちが強行のままでたどり着くなど所詮夢というのだ。喰らえ、ベニストの一生。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ貫き通すものだ。何？
の結晶は、カリツォ！ミノル、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミノを倒してから、お前たちの後を追う。よし、わかった。ここはお前に任せるぞ、ヒョウガ。だが死ぬなよ。少子な。この程度の結晶で、私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に。ただ、聖夜たちが天活球を去るまで、おとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが、全力を持って相手をしてやる。その陶器ごとお前の体に、シンクの針を突き刺してくれるわ。その前に、このキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。見ろ、前、白鳥、このシャクナ、受けろ、赤い衝撃を。ダイヤモンドダスト、リストリクト。君は氷の力を受け止める。アタッシュン。何かしたのか。自分のコスモを極限まで燃焼させ、命を俺にくれたのだ。凍りついていた俺の体だけで魂が熱き心を蘇らせてくれた。なるほど、コスモの低下したアンドロメダがいなくなっちゃう。心置きなく戦えるということか。氷河よ、かかってこい。やった、ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。アレットニードルの奇跡。そうだ、そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならばその前に、ミロ、あなたを倒さねば。スカーレットニードル、私はゴールドセイント。スコーピオンの弓だ。あの程度の空気で凍りつかせるなど無理な。ならばこの氷河、命あるかぎり何度でも挑むまで。無駄なことで、私も友である神の弟子を殺すことは望まない。今すぐ仲間と共にサンクチュアリを去る。俺がそんな選択をするとでも思っているのか。シュンの命がけの行為を無にすることなど。ならば私のスカーレットニードルで考えを改めさせてやろう。なるほど、どうやら君は私に本気で挑んでくるようだ。ならば私も用心はしない。そうしない。君の命はここで尽きることになる。いや、何を言ってる。ここで死ぬつもりなぞ全くないぜ。氷河よ、教えておいて。過去スカーレットニードルを15発全て受けた者はいない。せいぜい56発くらい。命の命、そのどちらか。俺がどれほどの死闘をくぐり抜けてきたと思っている。これくらいのダメージで命乞いをするならば、俺はこの場に。私と、ここまで生き延びたのは君が初めてだ。君のその闘志を称えて、アンタレスを打ち込んでやろう。しか、一段、氷河よ。言っておくな。俺は、そ
もどちらも選ばない。オーロラエクスキューション。それが俺の答えだ。このキングナスの翼がある限り。アタッ、知らんぜ。その自慢の翼が折れてもな。スカーレットニードル。氷河だ。神父の針の本当の恐ろしさに気がついたか。何を言ってるのだ。自分の体を見てみろ。バカにしてやろう。いい加減にしないか、キングナス。君には神湯の気持ちがわからんのか。神湯がわざわざ天秤球で君を氷の棺に閉じ込めたのは、君を死なせたくなかったからなのだぞ。神湯に免じて命だけは助け、見ろよ、この氷河にとって苦しくとも熱き血潮の兄弟たちと歩む今この時代に価値があるのだ。一人だけ能々と生き延びて何になる。五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。神湯よ、命を落として戦うことこそがセイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。良いな、神湯。君にとって命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、君の命を全力で奪う。来い、見ろ。オーロラサンダーアタック。見ろよ、アタック。オーロラサンダー、神父の針の神髄を喰らえ。オーロラサンダー、行くぞ。見ろ、五感がことごとく失われていく中で、コスモだけは最大限に高めて捕らってやる。今日そんなことをしたらまた死ぬかもしれん。君が望んだ通り、正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を、ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。生き死にの戦いには勝ったが、この勝負俺の敗北だ。氷河は命尽きるその瞬間、このミロよりはるかにコスモを高めたのだ。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。セミアたちの元へか、それとも君たちが悪の化身として倒そうとしている教皇のもとへか。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。ああ、このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは今血止めの神王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。
君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。聖夜、俺が旬を背負っていく。分かった、その兵たちは俺に任せてくれ。頼んだぞ聖夜。さあ一気に駆け抜けるぞ。うん、最後の敵は俺たちは一緒だぞ。氷河も一緒だ。ショートもみんなで強行のままで乗り込むんだ。氷河が追いついてくるまでは、旬が元気を取り戻すまで、俺たちが強行のままでの道を切り開いておくんだ。急ごう、シリュウ。そういえばセイタ、サジタリアスのクロスは今どこにあるんだ。サオリさんが木戸邸に安置させているんじゃないか。だけどセイヤ、悪いがクロスの話はそこまでだ。増票たちに聞かれるわけにはいかない。貴様たち何の話をしているんだ。お前たち増票には関係のない話だ。また反逆者が現れとる。反逆者アイオロスの人にお前らが現れる。アイオロスは13年経った今でも反逆者の汚名を着せられてるな。俺たちが強行の悪事を暴かない限り、この地に刻まれたアイオロスの魂こそが永遠に報われることはない。シリュウ、シュンの調子はどうだ。まだ目を覚まさ、命が尽きることはないだろう。安心はできない。こいつら何を隠していやがるんだ。聖夜、本格的に残り4時間から使われた。聖夜、サンクチュアリの太陽も沈みかけた。巨海球へ続く道で聖夜が言ったように、ここで焦っては俺たちは本当の力を出すことができない。そうだ、シリュウ、俺たちはもう8つの球を突破してきたんだ。残りは4つ。俺はまだ希望を捨てちゃいないぜ。俺もそして勝負、希望を捨てていただきたい。こんな誘惑の日、俺は聖夜のお姉さん。そうさ、姉さんを探すために聖夜になった。聖夜、でもこのサンクチュアイでの戦いを通して姉さんを近くにいる気がしてきた。そう考えると俺のコスモが叫ぶのさ。こんなとこで負けてなんかいられないって。シュン、もう少しでジンバ級だ。頑張ってくれ。ジンバ級に急ごう。シリュウ、シュンはまだ。ああ、俺たちが天下地球を後にしてしばらく、それでもまだ起きない。俺たちはもう一人助けることができない。諦めちゃダメだって分かってるけど、俺たちは一気を失ってしまった。それに氷河が消してだんだんと弱くなってくる。なんとしてでもシュンは助けないと。マリンさん、それにシャイナさん。このガキ何を言ってるんだ。かわいい顔してるな。少し遊んでやろう。お前たちはスラックスイート。私はブラックイート。どうしてブラックセイントがこんなところにいるんだ。聖夜たちがジンバ級への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、
銀河宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾星層の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。聖夜たちは銀河宮を見上げ、束の間戦いの始まりとなった13年前の時点に思いを馳せる。しかし刻一刻と消えゆく日時計はそんな暇すら与えてはくれない。3人はアイオロスの死を痛みつつも銀河宮へと乗り込んだ。一体何を？壁の下に何かあるぞ。なんだあれは。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだ。氷河、よかった、無事に電化地球を抜けてきたんだ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロス、アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちは永久に誰も訪れないかもしれないこの人馬球で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。残す9はあと3つだ。だけど僕たちに残された時間はまだ続きなまま。シュン、まだ焦ることはない。そうだぜシュン、久々に4人が集まったんだ。力を合わせたら強行のままであっという間さ。ついにここまで来た。シリュウ、もう総兵たちを説得してる時間はないぜ。一気に駆け抜けるんだ。我々の出番だな。なるほど、そこまで登ってきただけのことはある。生半可な気持ちで挑んでは負けるぞ。ああ、徹底的に戦うのだ。魔化地球に乗り込むぞ。着いたぞみんな。これが10番目の球、魔化地球だ。よし、このまま突っ込むぞ。好きのことで、うん、なんだ。やはりお前たちは強い。魔法に逃げなかった。銀河球を抜けた後、何か優しい言葉に包まれているかもしれない。僕もコスモを感じる。銀河球、サジタリアスのゴールドクロスが放ったコスモをはっきりと感じることができた。あとは力強く、アイオロス自身が俺たちを励ますように。きっとアイオロスは天井か、俺たちのことを見守ってくれるはずだ。この勢いで進んでいこう。登山昇竜だ。なんて勢いなんだ。この命に変えてはお前らは挑むな。かかれ。こっちだってそうだが、命がけの奴らは手強いな。いつか老師にお聞きしたことがある。
かつて神話の時代、アテナに対し最も忠誠心厚く正義のために尽くしたセイントを称え、アテナ自ら聖火としてエクスカリバーを与えた。そうか、そしてこのマカツクを守られている方こそアテナに最も忠実なセイントなのだ。冗談じゃない、本当のアテナを守るのは俺たち以外に誰がいるっていうんだろ。そうだよね、聖夜、アイオロスの意志を継いで僕たちがアテナを守り抜くって誓い合ったばかりだもん。さあ、こんなところで時間を無駄にしている暇はないぜ。おそらくアイオロスはマカツクを守護するセイントと戦ったはず。そして残る力を振り絞ってあの遺書を書き残した。アイオロスの命を絶え、この世界は教皇に支配されていたかもしれない。アイオロスは失われようと、アイオロスの残した未来はまだ失われていないぜ。ああ、未来は僕たちに託されている。一緒に未来を変えていこう。未来がどうなるかはわからない、でも今の俺たちは未来を作ることができるんだ。チリン、ここの状況はいなくなったよ、次に行こう。お前たちをこの鉄球でぶっ潰してやる。なんだあの巨大な鉄球は。シリュウ、セブンセンシズであの鉄球を避けるんだ。狭いところで何という攻撃を仕掛けてくるんだ。もうマカツキを抜けてしまうぞ。カプリコーンのゴールドセイントは留守だったのか。アファクトのようなものを感じ、早く外に出た方が良さそうだね。ようやく来たか、ドラゴンシリュウ。ブラックドラゴン、この先を通りたければ俺を倒せ。いいだろう、それがお前の望みなら。シリュウよ、ブラックジョーニオ、この先に待ち受けているゴールドセイントはお前たちが叶う相手ではない。俺たちはすでに6人のゴールドセイントを戦ってきた。まとっているクロスではなくコスモで決まる。そのことを俺たちは証明してみせる。この先のセイントが誰であろうと俺たちは負けん。ならばそのコスモの高鳴りをこの戦いで証明してみせろ。後悔しても知らねえぜ。せい、実は俺が相手を、お前たちの手出しをするだ。シュウ、ここまで来たお前、第10の球マカツ球は問題なく突破できたかに見えたが、不意をついてカプリコーンのゴールドセインとシュラのエクスカリバーが大気を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。聖夜たちを先に進ませマカツ球に残ったシリュウは
13年前アイオロスに致命傷を与えたというシュラとの一騎打ちに臨む。アイオロスの無念を込め、シリューは渾身のロザン昇竜派を放つ。そんな技が通じると思ったのか。エクスカリバー、このカプリコーンの修羅に。お前が魔活球を守護するカプリコーンの修羅、位置を切り裂くと。他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に汚れを覗いたようだ。俺まで飛んでいたら、今頃貴様の第二の攻撃で死の底へ真っ白まで落とされていた。おお、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。邪魔な、もう一回するぞ。小僧、ロザン昇竜派。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、自分が仕掛けた技の勢いで自分がすっ飛べ。シル、バカな、昇竜派がまるで通用しないなんて。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。あな、最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。どう、俺の使徒を捨てて受け止めるとは、バカな。どこにこれほどの力が。シュラ、このシリュー一人では死なん。必ずやアイオロスの無念を晴らし、お前も連れて行くぞ。お前にまだ立ち上がる気力があるのか。エクスカリバー、しかもどの手で俺の使徒を受け止めるとは。真剣白羽殿、俺の生まれた日本に伝わる武道最大の王、そしてシュライ、お前を滅ぼす起死回生の技だ。違った、竜、シリューの背中一面に竜が浮かんだ。これがヤツの力なのか。これは老師から聞いたことがあるのだ。セイントがクロスを失われ、防御力や身体の回復力は下がってしまうと。だがセイントの同じ技はコスモは限界まで支えることができ。なんだ、この絶体絶命の時にこの男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。このシリューにはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。このシリュー、老師の戒めを破ります。シュラ、今から同じ技は老師に禁じられた技を使う。この技を使えばどういうのか俺にもわからない。だが間違いなく俺もお前も滅ぶ。お前の今の技は通用せん。それほどの技は出せん。そんなことは分かりきっている。エクスカリバー、俺は感じるのだ。今コスモは極限のチェーンのこの技はいかなる技を無限であると。ロザン昇竜、シリューよ、俺がアイオロスを殺したことだ。そんなにも見えない技はそれだけではない。アイオロスのそばにいた赤ん坊まで殺そうとした。いかなる理由があろうと子供に手を挙げることに。しまってはならぬは通用せず。しかしあの赤ん坊には育てる親もない。ならばいっそのこと。何を言う。俺は親の顔を知らずに育った。だが友の子は地上の平和のために戦うセイントに成長した。そしてお前が殺そうとした赤ん坊沙織さんもアテナとして地上の平和を守るために戦っている。人間の
可能性を秘めた子供を殺そうとするなら許さん。お前にはノンズクロスさえまとう資格はない。どこから感じるあの小娘のコスモは、この死竜にまず通じ、いや、ありえん。アテナは強行と共におられるのだ。この一撃で決める。こんなブロンズの言うことなど、さあ、約束通り、お前も連れて行くぞ、シュラ。この技は、ノザン昇竜派。カプリコーンの火も消えた。11番目の方米宮へ急がねば。このコスモは、交流派、我が体温ある老子に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無視の技。なんだと、ライブラの老子にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ、シュラ。セイントなら分かりきったこと、アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、シリュー一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せシリューよ、アイオロスよ。シュラ。シリュー、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。まもなく俺たちの体は燃え尽き、そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なし、死ぬ。全てのコスモを燃やし尽くし、空に消えたシリュウ。聖夜たちは友の死を乗り越え、先へと進む。欧米宮を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ、天秤宮に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミウだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミウ。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。この先の神が死をする方便器を俺に任せて。神が俺の戦いを見ていてほしい。分かったよ氷河、ここは君に任せた。お前がキグナス氷河、再び神様に挑もうというのか。我々が神様の相手にふさわしいか判断してやる。お前ら増強に俺の陶器は耐えられんと思う。いいだろう、神から授かった陶器を受けよう。これが神から授かった陶器だ。こちら、ヒラ様が守る暁を取ってくる。あのエクスカリバーを乗り越えてきたというのか。シリューが命をかけてシュラと戦ってくれたんだ。そうさ、僕たちを先に進ませるために。ならば終わるわ。この方米宮へ続く道へ眠るがいい。何を言ってる。眠るのはお前たちの方だぞ。このキグナスの陶器によって眠るがいい。
なんて動機なんだ。ようやくここまでたどり着いたのか。観客は4人だぞ。一人どっかで死んだのか。違う、死にはせいや、落ち着け。カミンとの戦いで俺は気がついた。感情をコントロールできない者はどんな勝負であっても勝つことはできない。せいや、シュウ、これからも常にクールでいる。わかったぜ、ヒョウガ。二人とも悲しんでる暇はない。急がなければ。マーマに乗っていた船が沈んでいる海の中。しかし、なんと美しい星空が、マーマの眠るシベリアの夜空のようだ。マーマ、俺はもうマーマの甘えたりはしない。自分の過去を呪っていた今、俺たちのために命を投げ捨てた。俺だけが過去に甘えているわけにはいかない。マーマ、この戦いで俺はセイントになる。俺は先へと進む。見ててくれ。待ちかねたぞ、キグナス・ヒョウガ。ブラックスワン、お前もやはりこのキグナスのクロスを。分かっているじゃないか。ならば早速行くとするか。ヒョウガ、ブラックブリザー、それこそカミューと戦うんだ。ブラックブリザー、あ、分かっている。あの時、ブラックブリザー、俺には死へ剣を抜けられないという甘さが。しかし、お前たちがあの氷の棺から救ってくれて気がついた。これからは過去への思いに生きるのではなく、この時代を共にしているお前たちとセイントとして戦うために生きると。ヒョウガ、お前からもらったこの命、このコスモ、俺は全力でカミューにぶつけるぜ。わなしとも言うべきカミュー、あれが氷河を氷の棺に閉じ込めた男だな。セイヤ、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミューと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう、ならば私も全てをもってお前に答えよう。来い、ヒョウガ。ワンシカンオーロラサンダー、これはあなたに礼を言わなくてはなりません。オーロラサンダー、シベリアの地、数々のことを教えていただいたんだよ。オーロラサンダー、俺の持てる全て陶器としてあなたにぶつける。ならば今度こそ確実に葬ってやろう。エフケール天輪宗でもその身をもって教えたはずだ。お前の陶器では私を倒せない。真の陶器である。ヒョウガよ、お前の攻撃は私には通用しない。もはや勝負は決まった。せめてお前の死にはもう一度氷の棺を触れてやる。今夜こそ安らかに眠るのだ、ヒョウガよ。まもなく死が訪れる。おとなしく待て、ヒョウガ。まさか内から氷の棺を砕くと。
ゴールドサインと数人がかりでも破壊することだ。フリージングコスモを粉々に砕くと、一体なぜ氷河に。ダイヤモンドガスト。受けろ、オーロラエクスキューションの神髄を。ダイヤモンドガスト。私の闘技はこの球で渦巻いている。これはこれはこれはこの影と同じくらいの闘技を放ったというのか。よくぞこの神の位まで闘技を高めた。しかしシュン、こんな季節にひとひらの雪。せいや、今氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るだよシュン、行こう。操御球はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に、そして生死の境で、絶対零度を身につけ、お前は死である。この神湯のコスモも遥かに超え、究極のコスモ、セブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前は、この神よのすべてを受け継いだ。できればその力を、お前の信じる道に使わせてやりたかった。お前を、この先も生かしてやりたい。だがもはや、この神よにも、どうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神よ、あなたは命を懸けて俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。いつかまた二人であのシベリアの氷原へ帰りましょう。ありがとう、我が神よ。そしてさようなら。教皇の前はあと一つの球を残すのみ。最後の創業球へと至る道の途中、シュンはある決意をしていた。最後まで男らしく戦うこと。それは兄である一輝との別れ際に交わした約束でもあったのだ。11番目の球の方切れ落としている。もう時間がない。ここは僕に進ませてくれない。シュン、この先の攻撃を待ち受けているであろうゴールドセンター、僕の父であるアルビオル先生を倒した男なんだ。その男のところへたどり着くコスモを高めておきたいんだ。分かったでしょ。無茶だけはすんなよ。大丈夫、せいや。もう少しで総力を。だが奴らは創業球を通ることはできない。十二球最後の創業球を守る聖域、その美しさは88の聖域の中でも随一と言われる。天と地の狭間に輝き誇る美の聖域。そしてその美しさとは裏腹に最も恐るべき聖域、奴の前で聖夜と敗北を喫するだろう。
もう何度も聞いたぜ。ここまで来るとお前たちも倒せると思っていた。お前たちに少しでも傷を負わせてやる。この戦場は敵を葬りやすくするためにな。君たちがいくら邪魔をしようと、今の僕のコスモはそう簡単には消えない。このネビュラチェーンでしばらくまた眠っていてもらうよ。奪い取ってやるさ。ブラックパンドラ、ブラックアンドロメダ、以前の時の争い事は避けていた。ブラックパンドラ、今は違う。強行沙織さんのもとに。さあシュン、勝負の時だ。さあ最後の球、総魚球は目の前だぜ。セイヤ、君に頼みたいことがあるんだ。総魚球に着いたら君はまっすぐ強行の間を目指してくれ。シュン、僕はどうしても一人で総魚球のゴールドセイントを倒さなければならない。なんだって。十二球最後の総魚球を守るセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われるピスケスのアフロディーテ。僕をセイントに育ててくれた先生を倒した男だ。さあセイヤ、先に教皇のままで行ってくれ。よし、じゃあ先に行ってる。なあに、お前が来る前に教皇は片付けてるかもしれないぜ。うん、
っと通らせてもらうぜ。アバヨイスケスのゴールドセイント、セイヤの邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。何を、行くぞエグラッシェーン。少子な。あなたには聖夜の攻撃を抜けるまで動かないでもらう。レモンドアンドロイド、一つ教えてやる。エグラッチェーン。遅れていて、どうしてあなたは僕の先生を。レモンドどうしてだ。君のような男がここまでの力を秘めていたとならば、そのアンドロメダのクロスを粉々にしてやろう。前クロドラよ、ピラニアンロース。前をクロドラ。まさかクロスが跡形もなく消し飛ぶとは。それにネビュラチェーンまで。あの黒バラは、ロイヤルデモンローズの赤いバラは時間を置いて死に至らせる。この黒いバラは即座に敵を倒す。デモンドアフロディーテ、前を切るな。もはや僕の思い一つであなたの精神は消えない。だがもしあなたが聖夜を助けてくれるなら、前を黒バラ、エグラのセイントとして心を改め先生の霊に伸びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。赤いバラはゆっくりと効き目を表すロイヤルデモンドーズ、黒バラは速攻性のピラニアンドーズ。前を黒バラ、この2つを受けてまだ悪あがきをするとは。死んでもらうぞアンドロメダ。見事だアンドロメダ。だが間もなく君もブラッディ・ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。僕は最後まで戦ったよ。アルビオレ先生の仇も取った。もんじゃ俺の行く手は遮れないぜ。ケガだ流星剣、ケガだ流星剣。どうした流星剣、いい気分だ。ケガだ流星剣。体が締めた、まだまだ流星剣。遠くなっていくような。バカだ、ケガだ。これは一体体力徐々に奪われてしまっている。
この場沙織さん。セイヤを助けなきゃ。きっとセイヤは今頃意識を失っているはずだわ。セイヤ、私が行くまで死ぬんじゃないよ。こんなところで死んでしまったらダメだ。裏切り者のマリンだ。こんなところまで来ていたとは。セイヤを助け、強行の間に行こうとするなど許さん。邪魔をするんじゃないよ。お前たちと争うつもりはない。黙ってどうよ。命だけは助けてやる。浮かせねえ。どうしてもやるっていうのね。だけどセイヤの命は何があっても取らせやしないよ。たとえこのマリンの命が尽きようとね。セイヤ、もう少しで強行の間だ。それまで耐えるんだよ。さあセイヤ、強行の間までもうすぐだよ。さっきも見たよ。セイヤ、誰かが助けてくれている。この感じはとても懐かしい。まるでセイヤ、すまない。どうやら私はここまでみたいだ。マリさん、セイヤ、私のことはまだできない。今ならまだ間に合う。デモンローズが吹っ飛んだ。マリさん、もう強行のまま目の前だ。水星拳、フガタ、水星拳。セイヤ、マリンのことは私に任せな。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。ダイナさん、流星拳したったんですね。早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。セイヤ、お前に借りない。お前にこの戦いに勝ち抜いて戻ってきた。返させてもらう。決して死ぬんじゃないよ。死んでたまるか。一騎、紫龍、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに強行の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども強行しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は虚構を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が虚構か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。
冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。何？せいや、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえせいや、この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か？私に構わず早く行くんだ、せいや。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。え、教皇、なんだ？誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体？死ねせえよ！バカ、そうやすやすとアテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ、一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我が君せよ。ジェミニ、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニのセイントだったというのか。でもなぜ、なぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。まさか教皇がよし、ジェミニのセイントだったなんて。こいつが春夜氷河たちを。そうだが、結局ここまでたどり着いたのはお前ただ一人。ブーンズ一人で私を倒すことなどできん。さあペガサスよ、お前はここで死んでもらうぞ。飛び、マリンの春夜氷河たち、私に剣を打ち込む。その褒美に教えてやろう、なぜ私が教皇になりすましていたのか。アテナは間もなく死ぬ。そうすればアイオロスが持ち去った勝利の女神ニケは世のもの。いかなる勝利をもつかむこともできる勝利の女神ニケ、神や悪魔のいかなる攻撃をも退けるアテナの天下に同じだぞ。まさしく天界の手を吸い抑え、海界のポセイドンを抑え、冥界のカーベスさえも抑えて、この倒したゴールドセイントのジェミニオン。もうすぐだ、もうすぐサオリさんのアテナの命を救える。数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ね
せよ。何？もう一度俺に力をくれ。俺のコスモよ、アテナよ。何これは。ペガサスローリングクラッシュ。ペガサスローリングクラッシュ。残念だが、お前の最後の技さえも通用しなかったようだな。強い、強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。さあ、その首を落としてやろう。覚悟はいいか。誰だこの私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。あの世に行くのはお前の方が先だ。勝負の一騎。一騎、九死に一生を得たその命。絶対に死なせません。自らの命を懸けて戦った友のために。おお、幻魔剣がここまでの威力を持つと、ひよこながら褒めてやるぞ、フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、ガラクシアエクセプロージョン。これはフこれでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。セイナ、セイナ、セイナ、あなたは希望。今、すべての人々も、あなたは希望。セリア。セリア。わずかに残った、俺のコスモ。セリア。消えそうな俺の命を。そうだよ、セリア。かすかに残った、僕の命を。僕のコスモを。全て君にあげるから。セイナ。何？ペガサスがまた。しかもなんだ、セイヤの後ろに浮かぶあのコスモは。ペガサス、いや、ペガサスだけではない。セイヤの後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を出す。もう誰も私を止めることなどできん。
ただけでいい。コスモよ、心のコスモよ、奇跡を起こせ。ペガサス、なぜ再び立ち上がったの。そうはいっか。ペガサス、ローリングチャージ。感じることすらできないペガサス、なおも私に戦いを挑む。アテナの命を救う盾を取りに行くために。でもアテナを救うと誓ったんだ、俺の友が。ついにジェミニの差が諸悪の根源を倒したぞ。サオリさんの方角にかざすまでは。もう少しでアテナ像だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。聖夜、聖夜。俺のコスモに誰かが語りかけている。聖夜、聖夜、お前は俺たちの約束を忘れたのか。そうだぜ聖夜、俺たちは命に代えても必ずアテナを救おうと誓ったはずだぞ。聖夜、立つんだ。聖夜、しっかり。聖夜、アテナを救うのはお前しかいないんだ。頑張れ聖夜。五感を失おうと聞こえる俺のコスモにみんなの声が。みんなのコスモが俺に届いている。まだだ、あと少しなんだ。諦めてなるものか。見えないけれどアテナ像をすぐそばに感じることができる。アテナ像のあの盾さえかざせば沙織さんのアテナの命が救えるんだ。アテナを救え。
わずかになってしまいました。あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。五老峰におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。まだ彼らの戦いは終わっていません。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。サモイさん、アテナは助かったのか。だとしたら俺の役目は終わった。日時計の炎は消えた。アテナは死んだのだ。もはや私に恐れるものはない。お待ちなさい。何？サガ、もはやあなたの敗北は明らかです。あなたのセイントならば潔く自らの非を認めなさい。お前たちまでなぜだ。俺たちの命がまさに燃え尽きようとした時、アテナが再び俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。セイヤ、セイヤ、聞こえるか。よくやったぞセイヤ。アテナは完全に蘇った。そうか、これがアテナの力というわけか。セイヤ、同じ時代に生まれ、同じ時を分かち合い、同じ目的のために精神をかけて一緒に戦ってきた俺のかけがえのない友達、そのコスモが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよな、みんな。この世界を救えるのは真に力のある者だけだ。さあ来るのいい、せいよ。もはや手加減は無用。やっ、お前の心臓楽にしてやる。言ったはずだ。たとえ五感を失っても心のコストが燃えている限り、俺は命を懸けて戦うぞ。まだお前の心臓と戦える力が残っているというのだ。セイヤ、セイヤ、あなたは一人ではないのですよ。セイヤ、セイヤ、俺のコスモ、僕のコスモも、まだまだ、俺を呼ぶみんなのコスモはっきりと感じることができる。ご飯は失われた、みんなのコスモがはっきりとわかる。これが究極のコスモ、セブンセンシズなのだ。そしてアテナよ、俺に最後の敵を倒す力を見せてくれ。セイヤ、頼む、立ち上がってくれ。セイヤ、頼む、お前のコスモを究極まで高めるんだ。消えろ。セイヤのどこにまだこんな力が。お前を助けろ。巨大なコスモは、シー、キョウ、シー、
セイヤと共に加わっている。この私はやすやすと死ぬわけにはいかん。私こそこの地上を支配する唯一の男なのだからな。笑わせるなサガ、お前の仕業はすでに我々にも知れている。俺の兄ダイモロス、それわかるか。教皇まで殺害した、まさに邪悪の化身。そんな男に覚めるしか。クライギャラクシアンエクスプロージョン。セイヤ、お前はこんなところで負けるようなやつじゃないだろう。セイヤ、お前に頼むことができる。サガイ、お前は外れ。俺たちがここまで来たんだ。考え、お前が何と言おうと俺は戦い続ける。そして奇跡を起こしてみせる。引け、たとえ悪であろう、他の世界からの支配を防ぐ。この地上を治める者は最強の力を持つ者以外にないのだ。今娘を待ったさ、地上が滅びてもいいというのか。サガ、愛もなく正義もなく、ただ強い者だけが治め、邪悪に染まりながらも生きようとするこの地上ならば。シリュウ、ヒョウガ、シュン、イッキ、そしてアテナよ、もう一度だけ俺に力を貸してくれ。俺のコスモよ、セブンセンシスよ、今こそ究極まで燃え上がれ。サガよ、お前の最後だ。ペガサス、スイッチエンが受けねばならない戦いです。アテナ、罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。サガ、このサガは許されるのであれば正義のために生きたかった。サガの心に強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。結局この戦いで誰よりも苦しんでいたのはサガだったのかもしれません。善と悪の狭間で。サガ、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし
し、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。シリオ、ヒョウガ、シュン、イッキ、そしてセイヤ。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。あなたのコスモ、しっかりと届いていましたよ。